なんだろうな、恥ずかしかったこと。思春期とか特に何もなかったの？思春期か、あ、今思い返すとってこと？うん。あ、でも僕なんかおでこ出すのちょっと恥ずかしかったかも。おでこ出してたの？え、なんかさ、体育の時間とかさ、おでこ出してた方が視界が開けてていいから、うん、体育の時間だけ前髪を上げようかなと思ってたんだけど、うん、なんかちょっとその、あー恥ずかしいな、なんか前髪上げるのっていうのあった。前髪上げるの結構恥ずかしいよね。恥ずかしい、なんかいつもここ風吹かないのに風が当たるとなんかちょっと恥ずかしくなる。わかる、なんかいつもさ見せてないからさ、うん、そう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 、見せるの恥ずかしい、おでこなんか。そうそうそう、いつもよりこう目とか目元とかもさ見られるのが恥ずかしくて、それは恥ずかしかったかも。じゃあみんな今日は遊びに来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。